日初日か、マジか。なんかそんな感じしないね。なんかすごい、ちょっと大丈夫かな。そっか、初日ね。まあでも初日になってしまえばもうあとはね、一瞬で終わるから。迎えちゃえばね、もう一瞬なんですよ、ああいうのって。あ、もう千秋楽とかって、まあ、なる基本そういうものなので、別にあれなんですけど、始まるまでよね、始まるまで。ねえ、だからあの、何が言いたいか分からんけど何が言いたいか分からないですけど、まあとりあえずそういうことです。明日楽しんでいきましょう。イエーイ。明日はね、今日よりも朝が早くて、私もギリギリまで寝ようと思いますけど、明日も早くて、明日も早いけど、スケジュール来てないけど、明日も早いです。はいはい。なので明日はゲネやって初日やってみたいな。でもまあその前にリハをやらないといけないので、リハをやってゲネをやって初日やく終わり、終わりです。なんで明日も実質2回公演ですねぶっちゃけゲネもやるんで、含めたら2回公演になると思いますね。でまあそんな感じですね。なので明日のショールームも、帰ってきてからやろうと思うんで、まあこれぐらいじゃないかな。明日も多分きっと終わってすぐ帰ってだとしても多分これぐらいになるので、明日もこれぐらいの時間に帰ってきたらやるみたいな感じで、帰ってきたらやりますみたいな感じにしたいと思います。まあ時間はこのぐらいでしょうっていう感じだと思いますね。
あと今日の24時59分からさよなら毛利さんがあるんですけど、ぜひ見てください。私出てます。写真とかアップされた写真とかに一切写ってなかったから、これ告知しないと私のファンの人絶対出ないと思うだろうなと思って告知しました。写真には全然載ってませんでしたけどそう、一応明日の会にも出ます。でも皆さん明日の今日の毛利さん、今夜の毛利さんはぜひ頭からねオンタイムでちゃんと見た方がいいと思います。途中からとか、例えば20分後とかから見出しても意味ないと思う。割とちゃんとね見た方がねいいよ。今日は運動会でしたよね。運動会の会ですよね、確か。なんで運動会の会なので、最近顔芸に凝ってるね。だって誰が顔芸や、顔芸しとらんわぜひよかったら、ちょっと遅いですけどね、配信時間が1時、ほぼ1時なんで、1時なんで、まあ30分ぐらいだとしても、まあなかなか眠たい時間ですけども、よかったら見てください。はい、いや結構顔芸笑って、失礼な。じゃあ人形みたいに同じ顔ずっとしとくわ。表情豊かだと言ってくれ、顔芸じゃなくて。よくない、アイドルでさ同じ顔ばっかりしてる人よりさ、いろんな顔してる人の方がさ人間味あっていいや。顔芸ってなんかさ芸人っていうか、なんかブサイクじゃんそれ。え、顔芸だってさブサイクって意味でしょ、イコール。え、ひどいんだけど、ブスって言われてる私。つらい、こんな疲れて帰ってきてブスって言われたらショックなんだけど。ありがとう、ありがとうございます。まあブスでもいいんですけどね、ブスなんで。顔に関してはマジで私自分のこと顔がいいって思わないんで そう、可愛い時とブッサイクな時のほんと差がすごいひどいと思う。なんかこの日の写真めっちゃ漏れてんのに、この日の写真なんでこんな漏れてないんだろうって思う時もめっちゃある。なんか自撮りとかするじゃないですか、プラメの写真を撮るために。なんかある日はめっちゃ漏れたわって思うじゃん。でもある日はさ、え、なんで同じ撮りで漏れんのだろうってさ思う日もさあるんですよ。そう、いやーこれはね多分ね女の子だと分かってくれるんですよね。なんかその写真自撮りが漏れる日漏れない日って、え、やばい今日めっちゃ漏れたんだけどっていう日もあれば、え、なんか今日ちょっとさ今日さ漏れなくねみたいな、めっちゃあるんですよね。まあちょっと写真撮る人じゃないと分からないと思いますけど
めっちゃあるんですよね。時と場合による。何なんだろうね、あれ。あれの違いはわからん。なんでなんだろう。顔のむくみなのか、メイクなのか、光なのか、髪型なのか、なんかちょっと、なんかよくわかんないですけど、なんかあるんですよね、そういうのって。何なんですかね、そういうのってね。何なんだ、目の錯覚なのかな、ちょっとわかんないけど。そうそうそう、マスクして帽子かぶってるのにコンビニで JK にイケメンって言われたの罠だって。いいじゃん、イケメンとやったんでしょ、おめでとう。目がイケメンだったんだよ、じゃあ目がイケメンだったんだよ、よかったじゃん。うちも目は割とイケメンよ。イケメンじゃない、私の目きついってよく言われるマジでマスクしてると本当顔怖いってめっちゃ言われる。なんか私はマスクしてると本当に目が怖いから、あのね、マスクしてない方が中和を取れるって妹にもめっちゃ言われる。私はなんかマスクしてる方が顔の輪郭がめっちゃ漏れるの。だからマスクしてる方が自分は可愛いって思うわけよ、トータル含めね。その顔の輪郭が隠せるじゃないですか、マスクってね。だからめっちゃ顔ちっちゃく見えるの。なんかあ、めっちゃ漏れてるわって思うんだけど、でも妹からすると、いや目がきつい、目力があるから、目がきついからマスクしてるとなんかきつそうに見えるみたいな、そうって言われるから、マスクしてない方が絶対中和取れていいよって言われるんだよねそう、私はマスクしてる方がとっても漏れてると思う、自分のことめっちゃマスクは漏れると思うんだけどな。ちょっとね、マスクだけだときついみたい。じゃあ、あまり顔の下半身、自分の顔好きじゃないから、こっから上はね別に割と普通だと思うんですけど、こっから下がちょっとやっぱりあんまりちょっと自分に自信がない。そうそう、そうなの、顔の下半身はねちょっと自分に自信がねないんです。ちょっと昔からやっぱいろんな人にちょっといろんなことを言われてたからさ、昔からずっと、顔の下半身はちょっとあんまり自信がないです。でも目は昔からよく目力あるなってよく言われてたんで、すごい目力はとっても自信がありますいやもうなんなら顔の下半身、私めちゃくちゃコンプレックスよ、ほんと入った時からね、とてもいろいろ言われちゃったからあんまり顔の下半身は好きじゃない。でもお目目はね、目力が強いって言われるから、とってもウレピーマンでーす。ピース15分経ったんで終了にしましょう。私はもう今日もお弁当も食べたし、お弁当も食べたし、おご飯も食べたし、それでお菓子も食べたし、ドーナツも食べたんですけど、なんか食べたいなと思うんで、パンでも食べようと思います。なんで皆さん早く寝ましょう。しまも寝る。今日はちょっと毛利さんはリアタイできなさそうだな。
もう寝る もう寝るんで、ちょっと私は録画しとくんで、でも皆さんはよかったらリアタイ視聴してハッシュタグ、さよならモーリさん、ハッシュタグ仰天ユナーで、ぜひツイートしてくださいね。そしたら後で、エゴサしますわ。エゴサしますわ。普段し、あんましんけど。ぜひよかったら明日はさよならモーリさんと仰天ユナーつけてください。エゴサするでの。色ピクミン、ちょっともうリアタイ視聴できたらするね。でもちょっともう眠すぎてやばい 明日も早いしさ、明日も朝早いしさ、ゲネと初日やから、ちょっと頭整理して寝ます。まあみんなも無理だったら見逃し配信もあるでな、見逃し配信も見て、それで録画してもいいと思う。私は割と見逃し配信って期間切れたら見れへんくなるやん。でも録画だったら期間過ぎても見れるのでね、録画がおすすめ。でもやっぱリアタイ視聴が一番いい。リアタイ視聴が一番盛り上がってるからさ、こうやって見るの一番いいと思います。じゃあおやすみなさい。あ、おやすみなさいじゃないわ ランキング読んでないんだ自分。10歳のまさん、12ふうさん、11おかんさん、10とろろろろつつ、何これ、トランキーロさん、9しんどさん、8あきいこさん、あーちょっと変わっちゃったんだけど、ちょっと待ってくださいね ちょっと変わっちゃったんだけど、ちょっと待ってくださいね。10歳かずさん、12ふうさん、11トランキーロさん、10しんどさん、9あきいこさん、八重姉妹さん、舞台楽しみ、14日行きます。だって、え、明日来んのかい、待ってます。7位岡山さん、6位マックスエイトさん、5位ワイマツさん、センチファイト、だって、ありがとう。4位ヨッピーさん、3位キリアさん、2位メタルポリスさん、そして今日の第1位はつーちゃん、舞台見に行けることになりました。おお、見に行けることになりました。おお、おめでとう、ありがとう。プチ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 、ありがとうございます。というわけで、明日は、キスバイト初日ということでですね、ぜひ今回の、舞台も普段見られないようなゆりなちゃんが見れると思います。また前回のマジムリ学園の時のハレンチ先生とまた違うゆりなちゃんを見ることができると思いますので、よかったら、ぜひね、平日の券は余ってますので、よかったら遊びに来てください。というわけで、今日もいただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、それからまた明日の、銀河劇場でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。声が。またねー。おやすみなさーい。